にちはとか言うだけだから。はい、ありました。OK って言うんだな。こんにちは。さあ、今日も始まりました。ライブ配信親子クッキングでーす。今日のメニューは何ですか？ペスタチオアイスクリームを作ります。まあ、そうだよね。その前に、皆さんの、あ、出てるね。あ、ここかがんだ方がいいと思う。ちょっと待ってね。私もコメントを見たいから開いてたんだね。あ、ごめんなさいね。あ、うるさい。はい、あ、来てくださってますね。あ、待って待って、触っちゃダメだよ。はい、今日もいろんなとこから見てくださってると思うんですけど、アマミは梅雨が明けました。わかります？梅雨、梅雨ってわかる？日和、梅雨わからない。わからないか。梅雨は雨がいっぱい降る季節です。ずっと雨降ってたでしょ。これ梅雨？これ？これ梅雨じゃない。これは材料。あのね、雨がいっぱい降ってたらずっと毎日降ってたよね、ほとんどね。バーバー見てる。降ってたし、バーバー見ている。あのね、すっごい湿気で、まあ、そもそもこの奄美大島って湿気がすっごいんですけど、もう梅雨の時期はもうさらに湿気で、アリさんも来るし、とにかくね、家の中のがほっとくとかびるし、もう大変だよね。アリさんが来て食べちゃうしね。アリさんはいっぱいいるよね。で、その梅雨がやっと明けて、今は逆に毎日晴れです。ね、梅雨明けてから雨まだ一回も降ってないね。うん、でも、スコールかなって言って、突然雨は降るのはよくあることなので、ね、気をつけますっていうことです。さあ、皆さんはどこですか？どこから見てらっしゃいますか？梅雨の時期、梅雨、雨降ってますか？そちらは。よかったら教えてください。はい。あ、おはようございます。石田さん、石田みのりさん、はい、さくらさんもおはようございます。かわいいぞって、もう早速褒めてくれてるよ。ね、あ、嬉しい嬉しい。てれちゃん、てれちゃん、あ、ちょっと今日はね、後ろにゆうたろうくんがいるんですけど、今日は寝てないぞ。いつもうまいことね、準備してる間に背負った寝てくれてるの。あ、何か大丈夫ね。寝たいね、ゆうたろう。こうやってね、揺らしてたら寝るからね。はい。じゃあ、早速やっていこうかな。もうね、35人の方見てくださってるし。皆さん、今日は一緒に作ってくださる方がどんだけいるかな？材料揃ってますかね？まずは、今回は、説明をしていいですか？このアイスクリームのポイントを説明します。で、ひよりちゃん、タイムキーパーです。今日はね、この子はね、ちょっと前向いてひよりちゃん。役割をあげれるときっと活躍してくれると思ったので、あのタイムキーパーをしてもらいます。これ何？これ、ひめちゃん教えて。これ何？タイムです。ちょっと最初緊張してるね。ゆいちゃん何これ？あ、これ時計マスターです。そうだよね、テキパキタイマーがあるんだよね。ここをさ、時間が分かるようにクイズが、今日はクイズ。そうです。このタイマーでちょっと分数をね、今日はいっぱい測るので、ひよりちゃんに測ってもらいます。じゃあ、お母ちゃん、このアイスクリームの説明を3分でしますので、3分お願いします。ひよりちゃん、もうここ関係ない。3分。これ。みんな見てる。3分して。ここだよ、ひより。上がらない？え？あ、電源切ってんじゃないの？はい。3のとこまで。あくび？早いな。あ、ひよちゃん1分じゃない。ごめん。すいません。手こずって。3分。ここ。ちょっとお待ちくださいね。あ、OK。あ、もういいよ。で、スタート押してください。お母ちゃん説明ボタン。応援してね。はい、3分で説明します。はい。
はい、このアイスクリーム、動画でね、ちょっと前に配信したんですけど、ね、なんとご飯が入ります。ね、すごい。それはみんなびっくりしてくださった方も多いんですけど、普通ね、乳製品使用のアイスクリームっていうと、ちょっと静かにしてください。お母さんの声。3分、普通のアイスクリームだと、卵を使って、ね、とろみとかをつけたりするんですけど、あと生クリームとか。それで、頑張る。それで、今回はそのアイスクリーム、米のとろみが、なんと火を加えなくてもアイスクリームのようなクリーミーさを出してくれるというレシピです。で、ポイントはもう一つ、乳化ですね。概要欄にも書いたんですけど、乳化がポイントで、要は油と水、水分、今回は豆乳っていうのが、くっつけばくっつくほどクリーミーになるし、離れちゃえば離れちゃうほどシャリッと感が出てくるというレシピです。で、じゃあ乳化っていうのは今回はどこを気をつければいいかっていうのは3つあって、1つは油を少しずつ入れること。一気に入れちゃうと油っていうのができちゃうので、少しずつ入れること。2つ目は、後で。2つ目は、なんか落ちたらいいじゃん。大丈夫言うじゃん。2つ目は、攪拌すること。よく攪拌すること。3つ目は、量をね、たくさん作りすぎないこと、ちょっと最小限に抑えること、これを気をつければいいということです。で、それでね、よく攪拌するとか、少しずつ加えるために機械を使うんですけども、それがね、ハンドブレンダーだけだったら、連続使用時間が、あれって1分で3分休まないといけないって、結構少ししか、回せない姿勢になっているので、なのでハンドブレンダー、フードプロセッサーも使うと。で、フードプロセッサーだけだと今度は米が潰せないので、それで頑張る。もうすぐ終わる。もうちょっと。フードプロセッサーだけでは潰せないから両方使うってことになるんですよね。で、ここまでがバニラアイスクリーム、基本のアイスクリームですけど、今日は違うんですね。まずその次にあげたチョコレートアイスクリームは、それが簡単になります。簡単に言えば乳化が適当でもできちゃうっていうのがアイスクリームレシピ、チョコレートアイスクリームレシピ。チョコレートを入れることでそうなるんですけど、もうチョコレートにすでに油ががっちりくっついてるので分離しないんですね。なのでしやすいレシピになってるんですけど、今日やるのはそれのアレンジで、チョコレートクリームの代わりにピスタチオクリーム、ピスタチオペーストを入れます。ピスタチオペーストがね、お薬飲んでたの。ありがとう。毎日ね、飲んでるんだよね。はい。インスタグラムのフォロワーさんの、アリ、リクアンダーバーちゃん、テンさん、リクちゃん10、リクちゃんテンさんが、宮崎かなえさん、かなえ宮崎さんがやってくれたピスタチオのアレンジがすごい美味しそうだったんで、今回ね、これが実は初めて私もやるんです。だからチョコレートじゃなくてピスタチオでクリームでできたらまたすっごい発見なので、とても楽しみです。皆さん一緒に実験するという感じでもあるんですけど、頑張りましょう。あ、間に合った。腰を押して。あ、よかった。本当はこれでもう30分で間に合ってないってこと。なんで止まったから。止めたの、ひよりちゃん。ひよりちゃん、止めたの。おかんやん。もう嫌だになっちゃった。いいよ、ひよりちゃん。じゃあ次、まだまだリベンジできるからやってね、次は。お願いしますね。あ、じゃあちょっとね、コメント、続々入ってきてくださってるんで見てみますね。はい。ネイルさん、ネイル女神さん、アイスクリームを作ると思いますが、これ質問ですね。ミキサーとフープロしかないです。そうね、ミキサーとフープロ、ミキサーで全部やった人とかいたんですけど、今のところクリーミーに、すごくクリーミーになったっていう報告は聞いてないんですよね。ちょっとね、質問とかは
この方みたいにいっぱい入れてください。後で質問に答える時間を作りたいと思います。はい、足ケブ2番さんありがとうございます。暑いですよね。はい、宮崎かなえさん楽しみにしてました。ありがとうございます。まいまいさんいつもありがとうございます。可愛くて癒されます。いつも見てくれてるよ。はい、そしたらねやっていこうと思います。癒される、癒される。じゃあね、ピスタチオペースト作ります。ピスタチオはね、まあ、普通のスーパーで売ってるやつを買っています。で、皮をね、ピスタチオ皮を剥くのがめちゃくちゃ大変だったんですよ。1個につき1分ぐらいかかってんじゃないかっていうぐらい、この外皮の皮はいいんですけど、中皮の内皮がすごい大変で、最初お父ちゃんに、ね、相談したら、ネットでクリーム買ったらペースト売ってるんですよ。買ったらって言われたんだけど、自分でやってみたいって言って、無理やりね、豆に、この豆のから買ったら、ちょっと後悔しました。昨日の夜、夜な夜な、二人でやってました。なので、皆さんは、ペーストが買えるなら、ペースト買った方がいいかもです。で、あとは、ナッツ大好きだったら、もうちょっと、皮が剥きやすいやつとか、あと、カシューナッツだったら最初から剥けてるし、マカダミアナッツとかも剥けてるし、なんかそういったやつを代用して使っても同じですね。同じだと思います。でやります。皮を剥いたやつ、じゃあ開けてください。やるよ。皮を剥いたピスタチオいいよ。入れて全部。これね、皮を剥いた状態で 50g ぐらいです。あ、これですね。はい。これにね、攪拌して油を入れるだけなんですけど、ちょっとね、フードプロセッサーもものによると思うんですけども、3分連続稼働で10分休まないといけないので、まずこれを砕いて油入れる前の状態まで3分回しますね。そしたら一旦休憩して、アイスクリームの方のレシピに移ります。で、途中でまた油入れて作ります。一応ね、この規定を守ってね、これ焼けちゃったら大変なんでね。あ、じゃあ待ってください。3分お願いします。タイムキーパーさん。はい。おお、いいね。3分です。回しますよ。待ってください。3分してからです。もう一個。もう一個。はい。で、欲しい。OK。いいですよ。粉でしょ。粉っていいよ。粉っぽいでしょ。頑張れ頑張れ。お母ちゃん今日楽ちんだな。あ、ちょっとね、音がね大きいのでね、ごめんなさい。ボリューム遅いですよね。下げれたら下げてください。ほら、よく見て粉でしょ。まだあ、やってやって頑張れ頑張れって分かった。
ピスタチオペースト。ピスタチオなんてなんですけど、ピスタチオですよ。お母ちゃん、ピーマンケーキみたい。ほら見てごらんよ、まだつけててゴロゴロしてきたでしょ。見てる？ほらゴロゴロしてきた。ゴロ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 、頑張れ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 。うわぁ、全部くっついてくるじゃん、回ってくる。そうでしょ、油が出てきてね、いい感じになるのよこれ。はい、ストップ開けて。おお上手。これで、一応3分回したから10分休ませます。この後油を入れて同じように少し1分くらいかなって寝るんですけど、じゃあこれ1回ね、取っておこうね。いい感じだね。さあ、うん、そういえばさ、皆さん、でこの間七夕、4月なのか七夕でしたけど、なんかお願い事書きましたか？みんな書いたよね。何書いたか教えて。幼稚園ではプリキュアになりますように、お家ではリンちゃんが早く大学になりますように、と、大変なことになります。あと、おやつはいっぱい食べます。おやつ好きなんだよね。そうですね。でも叶う、叶いそうだね。私はみんなのアイスクリーム。私は寝た。ひよりちゃんはじゃあなんてお願いしたんだっけ？ひよりちゃんのお願いは？ひよりちゃん？ひよりちゃん何お願いした？ひよりちゃん？おお、ひよりちゃん聞こえてますか？七夕のお願いは何しましたか？ちゃん、子供が100人になって、ちゅうちゃん、頼むと何お願いします？怒ってんの？誰かが怒ってる。マイペースやな、面白いよね。はい、え、何？本当に？よし、じゃあやるよ、ひより、レッツゴー。次はじゃじゃーん、これを使います。リノバが来たしたもしね、作ってる方いらっしゃったら、何アイスクリーム作ってくるか教えてください。私たちはピスタチオアイスクリームを作ってます。覚えたけピスタチオ言いにくいよ、お母ちゃんにピスタチオ待ってる。ピスタチオ、はい、やります。じゃあね、これね、置くとこあるよ。あ、それ違う、違うというか、使わないときここに縦に置いておいて。で、まずね、材料出てますよね、出てますね。一応ここにもちょっと見にくいですけど書いてあって、ご飯、見えてますか？お父ちゃん見えてる？これ見ないのか、今、リサが。あ、そっか、見えてるね。ご飯と、はい、豆乳と、これ無調整豆乳ね。で、ご飯は炊いたやつね。で、温かい状態では砕きやすいから。で、お砂糖、今日はきび砂糖を使います。メープルシロップと塩、そしてピスタチオペースト。この頃にはね、油入れると思うので出来立てを入れます。じゃあご飯を、じゃあね、お水、今の OK。 じゃあお水飲みたいので皆さんも休憩してください、飲んでください。暑いよね。これなんだろうね。出ちゃうので。出ちゃうのでね。あ、ちょっとこれあんまり進めてないから。では、まずはお米を入れてください。これもし。いいよ。ひよちゃんの番、砂糖。ちょっとあれね、ヘルシーになりました。
いよいいよ、ゆいちゃん、ゆいちゃん、あ、言えないで、いいですいいです、はい、ありがとう、ひよりちゃん、ちょっとヘルシーなアイスクリーム来たよ、舐めないで、こういうトラブルはね、子供がやってるとね、絶対あるからね。あ、ちょっとゆいちゃん撮ってる。ありがとう。手がね、手にありさにしようこれな。次は、じゃあゆいちゃんに準備。メープルシロップだよ。お、チャンス。どうする？手やね。次ひょうちゃんだよ。ひろいよ。マシュマロ。ひろいちゃんから。ひろいよ。次しようです。はい、しよう。今度こそここの中に。ボーちゃん。待ってください。豆乳を。入れてほしいの。これの3分の1でお母ちゃんもストップっていうまで入れて。ちょっとずつ。まだまだ。まだ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 。まだまだ。ストップ。いいよ。もういいもういい。じゃあ、あとは後で出そうね。ちょっと入れすぎたかもしれない。じゃあ、テキパキタイマーで1分お願いします。はいはいはい。まだだよ、入れた。あ、それ3分。ここしっかりしてください。スタート。じゃあここも取ればいい。あ、そうそう。カーテンに。下に置いて。この下につけとかないと、ゆうちゃんやりにくい。これが余ってる。で、ぐるぐるもしてくる。うまい、うまい。あ、すごい。あ、音がまたちょっとしてます。すみません、大丈夫かな。ブル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 。この縦の動きとブルブルの動きを。ですかね、すごい沖縄は梅雨明けしてますか？沖縄川端さんいつもありがとうございます。今日もみんな可愛いって言ってくれ大きなお返事可愛いって言ってくれてるよ。ちゃびすけさんがゆいちゃんのことだと思う。これははいってすごいいい返事した。恥ずかしくて隠れた嬉しくて。チョビスケさん、ピスタチオが家にないのでくるみで作ってみようと思います。ああ、くるみだったら油すごくありそう。だから油がこれ 10g あったそうですけど、ちょっと少なめでもいいかもしれない。あ、ゆいちゃん、テーブルの下のはまだ出したらダメなやつよ。はい、あ、そうだね。グリーンティーさん、ごめんなさい。
あ、グリーンティーさんもう作ってくださったんですね。美味しかったよと。今ね、すいません、ちょっとヤマトさんが来てくださったので、この時間来てくださるんですよね。お父ちゃんが対応してくれてます。はい、大好きって言ってくれてるよ。ありがとうございます。グリーンティーさん、ビナヤンさんですか。 YINYAN ミナヤンさん、かわいすぎにって言ってくれてるよ。はい、じゃあ10分経った。ヒデちゃんかな、ヒデちゃんかな。じゃあね、ちょっと今度はヒデちゃんってさ、見たことあるよ。今度これなんだよ、ゆうちゃん。あ、素晴らしい。じゃあ蓋開けてください。で、豆乳じゃないわ、ごめん、豆乳じゃない、これね、油入れるんだよね。ひゅうちゃんは、ひゅうちゃんにしてもらってもいい？ひゅうちゃん、油入れる？こんな感じ。できた。はい、よくできた。今ね、ピスタチオペーストの中に油を入れました。じゃあ、蓋閉めてください。また混ぜるんでしょ？これはね、混ざったらいいから3分とまでいいから、まあいいかな。どうぞ。あ、こっちか。いい感じ。あ、いい感じ。ちょっとね、周りについてるの。あ、全部。全部やりすぎでしょ。5分にだよ、それ。はい、こんな感じで、もう一回回そうか、ゆうちゃん。はい。じゃあ、1分。もう一回ちょっとやってみよう。見せたよ。これね、油を入れて、ピスタチオちゃん、しっかり流れてくっついてください。もう、うるさい、これ。うるさいね、今。次また1個してもらうからさ。オッケー。そしてまた見せてください。お、いい感じだね。お、あ、じゃん。こんな感じやね。おお、ここに入れないよ。はーい、いいよ、いいじゃん。で、ここ入れたら洗うの大変じゃん。じゃあね、ペーストはこれ使いますので、これ取れたでしょ。はーい、じゃあ続きです。これにじゃあ、ひよちゃん、続きするよ。今ね、あ、塩入ったね。ご飯、豆乳と豆乳の一部と砂糖とメープルシロップ塩入ったから、あとペーストと豆乳全部を入れて、あと1分混ぜます。チョコレートの代わりなので、どこのレシピと一緒です。じゃあね、豆乳、ひよちゃん、豆乳入れさせよう。ひよちゃん、ペーストしよう。あ、じゃあひよちゃんペースト入れてください。豆乳入れます。いや、全部入れていいよ。はい、じゃあまず、あ、ゆいちゃんそれ重たいからお母ちゃんがね、持ってあげるね。ちょっとだけずらって。入れてくれる？これ何入れるの？それでいいよ。ペースト、あ、あ、何入れるか。これはピスタチオペースト。ピスタチオペーストを入れます。ピスタチオペーストとして買った方は、まあ 60g ぐらいかな。ひゅうちゃん、あ、じゃあさ、ひゅうちゃんも後で使わせてあげよう。初めてしよう。ひゅうちゃん、変わろうかな。ひより、無理変わってあげて。
はい、ひよちゃん次やってもらおうか。ちょっとお母ちゃんもこう、詰めたするから、はい、これを中に入れて、ひより。お母ちゃんそーっとしないとピョンって飛んでくるから、そーっと言って。オッケー。ゆりが仕上げの仕上げ。あ、それな。で、そのピスタチオペーストだけ茶色くなっちゃうんだけど、ピスタチオのすごい綺麗な緑を出すにはどうしたらいいんでしょうかね。なんか野菜パウダーのほうれん草パウダーとか入れたりする。で、そんな味はたくさんつかないよ。はい、もういいよ、ちょっと。はい、いいかね。はい、全部入ったので。おぉ、なんかさ、ごめん、寝てなかった。ひよちゃん。本番なのにごめんなさいね。タイマー。タイマー。ひよちゃん、1分。ただ、あと1分。ひよちゃん、タイマー1分。はい、はい。そこはすごいいいですよね。あのね、それ3だから下げてください。1、1個下、下に。 OK、 いいよ。ジャブ。
姉ちゃん的には喧嘩みたい。もう遊ばないってよく言うけどさ、保育園でよく言うけど、そう違うの？わあ！すごい声出ちゃったし。あ、もう。はい、もうお家のだからそこいるよ。うん。ナッツをね、見た目美味しそうだからね、売りましょう。いとばないで、ゆいちゃん見といてあげて、たぶんゆいちゃんがやるからって言って、急いでやってるの。じゃあ、これにラップをして冷凍庫で、冷凍庫で、冷やします。うちの冷蔵庫だったらね、あの急速とかって結構冷たいのにして3時間とかですけど、4時間とかね。でも普通だったらもうちょっとかかるかも。で、ちょうどいい状態の時に取り出して食べる場合はそのままでもいいし、やっぱちょっと硬いなっていう時は冷蔵庫に移して1時間ぐらいしたらちょうどいい柔らかさになるので食べてください。じゃあ冷やすので試食です。あ、お、あ、ゆちゃん、はい、できました。できました。ピスタチオアイスクリームができました。ピスタチオアイスクリームができました。オッケー、できた。じゃあ冷やしていくね。じゃあ今お水飲んでいいよ。お母ちゃんの試食の、皆さん冷やしてください。で、うちはね、昨日作ったやつがあるので、お母ちゃんが作ったやつがあるのでそれを試食します。ゆーちゃん水いいの？ぎゅーぎゅー。あ、お水取れるわ。お母ちゃん。はい、頑張ります。今これ入れて OK です。はい、これです。ちょっと拭こうかな。こちらもおとつい作ったのでね、凍りすぎてるからライブ配信が始まるちょっと前に冷蔵庫に移してます。ちょっと待って。取ってくれるの、ゆうちゃん。おお、冷たい。じゃあ座ってください、皆さん。試食なので。試食。食べて感想をみんなに伝えてください。じゃあね。いつもの。じゃじゃーん。今見えてる。行くよ。ゆうちゃん、それ。行かないやん。ちょっと待ってて。見てますか？見えた。行きまーす。あ、すごいいい感じ。わあ、これは美味しいに違いない。これ。ナッツのところがあと最後に来てほしかったけど、どうしたらいいか。ほら、こんな感じね。わあ、美味しそう。ちょっと3人で分け分けするから。よいしょ。おー、丸にはちょっとね、もっとやった方が丸にはなるけど。美味しいに違いないよ。待ってね、まだ食べないでね。これすごい綺麗にしてしてみようかな。カメラに向かってそれ見せてや。アイス好きな人。はーい。はーい。こうできた。できました。おお。じゃあね、いただきますする？いただきます。座ってください。座ってもいいかな。座って。うん。それ夏でしょ。夏いっぱい入ってるやん。
そう。マジ。あれ。すごい。ちょっとじゃあこれちょっとね、クリーミーさがなかなか映像で伝わるかな。ちょっとカメラお願いして。てる？見て。こんな感じで。すごいクリーミー。うまい。美味しい。うん。と、とにかく。とにかく滑らかです。カリッというのは全くないかな。ほんにやっぱほんとチョコの香りはすごくなってるし、うんうんうん、おー、だんだんなこみさんがスーパーセットでいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。何かご質問とかありますか？あの子供たちに聞いてみたいこととか何でもいいので話します。いいですよね、たこみさん。あのこれ使うためにフードプロセッサーじゃないよ、ハンドグレーダー使ったんですよね。使いましたから、すごいそうですね。元取るために頑張ります。うん、このナッツをちょっとただ砕いただけなのが入ってるのも美味しいです。多分お母ちゃんもうちょっと砂糖を甘さが入ってるね。ピューはちょうどいいね。そうだね、ピューちゃんちょうどいい。やっぱり入荷っていうのは難しいけど、なんだろう、とろみのあるもう油と乳化してるものを入れるってことはやっぱりすごく簡単、乳化を簡単にすることが分かりました。でチョコレートだと市販チョコレートだとやっぱり乳化剤とかが入ってくるので、少しねちょっともうちょっと自然な形でいいなっていう方はちょっと注意かもしれない。全く材料で、かつ滑らかに簡単にできるけ、これだったらハンドブレンダーだけで、ね、はい、今なんちょっとポイント見てみようかな。それもなんですけど、ちょっと今回ちょっとここでたくさんの方が作れたくなって、ツイッターでコンセプトくださった中で、試してみたよ、できたよ、できなかったよっていうのがあるので、せっかくでもここでシェアさせてください。アーモンドミルクで、豆乳をアーモンドミルクで作られた方は、すごく代用できましたってところでした。だから、豆乳アレルギーの方とか、大豆アレルギーの方とか、おいしい、そうだ。そうだね。食べたい。あとちょっと食べる？食べる。よっしゃ、お母さん。わかったよ。わかってるよ。はい。それで終わり。座っていいよ。あ、はい、わかりました。アーモンドミルクでもできますし、その方はちょっとアーモンドミルクが 甘さがなんか感じるのがあるので、砂糖はちょっと減らしてもいいかなっておっしゃってました。あとね、玄米でやられた方も美味しくできました、少し香ばしい匂いが香りがしましたっていう方もありました。
で、あとね、やっぱりクールプロセッターだけでしましたよとか、ハンドミキサーだけでしたよっていう、どっちかのだけでやりましたっていう方は、ちょっとシャリッと感がやっぱり残ってしまったというレポートが多かったです。ただね、このチョコレートのレシピとか、こうナッツクリームを入れたりするときは、ハンドブレンダーだけでできますよね。はい。あとは、もうね、香りだけのココナッツオイルでやりましたという方は、ココナッツオイルの香りが好きなんですって。だけど、ちょっとアイスにすると、やっぱりこの香りいらなかったかなってことで、後日、なしで、香りなしのやられると、あ、もうすごく美味しかったということでした。最後に、バイタミックス、すごい勢いのある、何分でも回せるのかな、あれでやると、1台で全ての工程できましたっていう方も1人いらっしゃいました。羨ましい。はい。送っていきますか。あとアレンジ、いろんなアレンジしてくださってて、黒ごまアイスだとか、モリンガアイスだとか、あとね、さつまいも、乳がいたやつを皮むいて、丸々1本入れるようなやつがめっちゃおいしかっただとか、モカアイスとか、ローチョコチップを入れるとか、いろんなおいしいアレンジが、あ、なるほど。また食べれるからね。はい。ということでした。すごいね、口が。お母ちゃん。どうだった？ね、お水飲み？あ、あの、お水飲みそうだよ。後で。お水いるより。お水？はい。お母さん、じゃあ、ちょっと、お水行ったよ。どこお母さん。じゃあここで、終わったので質問をちょっと見ていきたいと思います。ジョイちゃんがさっき見せた、皆さんできましたかね。あ、できましたかね。冷やすところまで作ってる方いらっしゃったらできましたかね。フレーズでとかね。はい、あゆさん、あゆエクスタ、いつもありがとうございます。砂糖を使わずメープルシロップのみや蜂蜜で代用することはできますか。あ、できるとできますね。これはできます。味の好みでそれは使ってください。蜂蜜をね、使ってやられた方がね、いらっしゃったんですけど、その方によるとなんかね、蜂蜜ってすごい主張が強いんです、味が。なのでバニラエッセンスの香りが一切消えちゃったりとかして、なんか蜂蜜ミルクジェラートみたいになりましたっていう方はいらっしゃいました。でも味の好みとかそれで決めてください。あとは さくらさんね、ご飯の代わりに酵素玄米を代用してみたいですっておっしゃってます。これ質問じゃないんですけど、実際にやられた方もいらっしゃって美味しかったですとご報告がありました。あ、抹茶アイスに、グリーンティーさん抹茶アイスにしたんです。グリーンティーさんの名前からして抹茶が大好きなんですね。美味しそうです。はい。あ、背中の昼寝タイムもね、かわいいってご報告してくれてます。エプリを買います。あ、そうなんです。途中話で下がりますが、オッケー、後でね、開けていくね。あ、エプロンね、ご近所のカジノバーバー、バーバーって言って、すごく懸命に見てくれてる方がの友達に頼んで、その方がプレゼントしてくれたんですね。あとは、まとめさんがブレンダー買ったんでガンガン使いますって入れてくださってましたね。ガンガン使ってください。アレンジいっぱいし放題なんで、この夏ね、伝え倒してください。ゆうちゃんバナナ可愛いって。はい、ももさん質問、お子さんアレルギーありますかっていうことなんですけど、昔は、もう今は、ね、最後まで頑張ろう。今、アレルギーあるかって言われて、きゅうちゃん、このきゅうりちゃんの方に、まだくるみがアレルギーがあります。他のナッツとかはないんですが、くるみとペカンナッツにちょっと強めのアレルギーがあって、他はね、
小麦とか牛乳とか卵とか昔はあったんですけど、みんな今はなくなってます。あ、ポコモンタイルのようこさん、ありがとうございます。ようこさん見てくれてるよ、お料理教室のこないだ。あ、もう見てくれてるよ、ね、あのお母ちゃんコラボしてお話ししたけど、ね、で、そう、先生が見てくれてます。あまりに美味しそうなので作ってみたくなりました。あ、どうぜひ作ってください。じゃあ最後、真由美村上さん、丸々パウダーを使う場合は豆乳に溶かしてからがいいですか？あ、その方が、より無難ですけど、私だったら一気に入れちゃいます。多分問題ないと思います。すべての材料とタイミングに入れちゃいます。以上ですね、質問は。はい、じゃあ今何時ぐらい？いいぐらいですね。そうですね。もうじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。はい。皆さんありがとうございました。またアイスクリーム作ってね。ね、みんないっぱい見てくれてる。ありがとうございました。ゾウグミさんの？そうかな。ね、ゾウグミさん。ね、最近保育園頑張ってます。じゃあさようなら、また。さようなら。ご飯が美味しくない。